これらのポイントに分けて解説していきます。この特にハイハットが生きている。僕だったらこう自然に叩くと思う。いきますよ。ビッグママドラマーのビスタンです。今の音楽シーンで熱い楽曲のリズムとビート、ドラムに注目しながら、その楽曲の魅力、そしてより深い部分をドラマーじゃない方にも魅力が伝わるように解説するこの企画。本日解説する楽曲は、そう、キングヌーのボーイ。私自身尊敬してやまないキングヌー様の楽曲、私ももちろん叩いてみた動画を出させていただいております。まあ語りたいことが語りきれないぐらい多すぎる。難易度っていうポイントで言うと、この楽曲のランクは超 S 級。何がそんなにすごくて、何が難しくて、何が魅力的なのか、これらのポイントに分けて解説していきます。ボーイのビートとフィルイン、これをいいとこ取りしながら解説していき、さらに深く掘り下げた極意や秘密の部分、僕なりの観点で皆様にその魅力をお伝えしていきたいと思います。このように僕のチャンネルでは、ドラムビートに関する魅力、楽しさを伝わる形で発信するチャンネルになっております。よかったら皆さん、チャンネル登録応援をよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。ではまずはポイントはビート。こんな感じのビートなんですよ。かっこいい。このビートがね、まず、まあ、皆さんも聞くからに、なんじゃこのビート、なんかずしずしくるわ、かっけえって感覚で感じてると思うんですけど、なぜそう感じさせられちゃうかのポイント、これを解説していきたい。まずね、やっぱ今までに全くないビートなんですけど、それがなぜなのか、僕自身、ビスタン自身は割と、まあ、ロックとかポップとかをルーツにしてきたので、まあ、比較的スタンダードなタイプのドラマだと自分では思ってるんですね。そんな僕が仮にこのボーイのデモを渡されて、 T 様に、おいビス、お前これにドラムつけてみろよって仮に言われたとしたら、ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、タッ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 、今バラッパッパッパー、 I'm loving you みたいになっちゃったけど、はい、どうでもいいですね、ごめんなさい。今の僕が叩いたビート、多分ね、僕どころか9割方こういうドラムをつけると思う。ただ石油さんの叩いたビートは、何が違うか分かります？これ僕が解説させていただいた白日の時もそうなんですけど、石油さんのビートはハイハットのアクセントが入る位置と、そしてキック、足のダブルが入る位置が、今のポップシーンで王道とされているジャンルとは違う独特な位置に入ってくるんですよね。これはだから石油さん自身がおっしゃっていたファンクだったり、ヒップホップだったり、ゴーゴーっていうジャンルだったりを何年もかけて血と肉に刻んできたからこそ出せるこのビート感、グルーヴ感、このね、ドンツッドタッドとチチっていう、この足の2連打とハイハットの2連打、これがこの位置に入る、これがとにかく独特です。僕が叩くのは入らんよね。こうやって僕だったら叩く、自然に叩いちゃう。でもちょっとファンキーな感じとかグルービーな感じとかはやっぱ出ないですね。そこで石油さんの叩くフレーズは、このドドッチチッドドッチチッっていう入る位置が非常に絶妙です。特にハイハットが生きている。 A メロに入ったらさらにね、ドドッチチッだったのがチチッドドンになってたり、ちょっとだけ変わってたりするんですよ。チチッドドンバートスッドドン、チチッドドンバートスッドドンみたいな、これはやっぱ聞いたことないビートですし、同業者から見ても、おや、なんだ、何やらただもんじゃないビートってやっぱね、させられるんすよ。はい、なのでこちらのボーイのビート、ハイハットの2連打とバスドラムの2連打、
これを入れる位置、そのスパイスがすごく効いている、これが魅力の一つ。はい、次にフィルイン、いわゆるおかずと呼ばれる部分ですね。はい、これいいとこ取りで、僕が特に注目したかったおかずがこちら。どうなってんのと。2番の A メロが半分過ぎた折り返し時点で入れられるフィルイン、普通はこうは入れん。じゃあ普通ってどんななのって言った場合、僕だったらこんな感じに入れると思う。ダー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 ダラッタッタッタ。まあ別に成立はしてるんですよ。ドド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 ドン。まあよくある、これ超王道中の王道のフィルインだったらこう。じゃあおいベース、もうちょっとかっこよくしてくれよってティー様に言われたとしたら、まあちょっと背伸びしてこんな感じかな。タタ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 タ、こんな感じかな。ただ石油さんが叩いたフィルムはこう、タタタタタタ、こんな感じ。ドラマーである僕から感想を述べさせてもらっても、これは独特、独特な隙間が空いている。タラッタッタツコトパーンタカトントントコターン。あくまで僕が音源上で耳で聞いただけなんで、完全に完コピではないかもしれない、まあ、以前もね、僕がこんな感じだよねって動画で説明したら、ありがたいことにご本人様から、いやいやこうやって叩いてんだよってご指摘いただいた前科が僕あるんですけど、まあでもざっくり概要としてはこんな感じのフィルインを叩いている。だこういうここぞというところで入れるおかずみたいなものに、特にそのドラマーの色とか味ってかなり出るもんなので、と隙間の開け方と連打の入れどころ、これがすごくとにかく独特なフィルイン、この楽曲の中で特に石油イズムがビンビンに出ているフレージングですね。さらに極意、秘密、深掘りした部分、僕2つのポイントに分けて皆さんにお伝えしたい。その一つ目がまたもや来ました。羽と非羽の往復、白日でも使われていた手法でございますね。こちらの動画も見ていただきたいんですけど、どういうことかっていうと、 B メロだけ跳ねない、 B メロ以外は跳ねてる。このノリを変えるっていう手法自体も、こんなやり方で取り入れてる楽曲っていうのはやっぱ今まではほぼなくて、非常に高いクオリティの次元で楽曲に落とし込んでいる、これがすごい。 B メロ以外はノリ、ツック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 、わかります？ツック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 、ピョン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 ってボールがさ、スーパーボールが跳ねてるような、ツック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 ね、だからこれは跳ねているっていうんですけど、これ B メロになるとこれが、わかりますか、これこれ跳ねてない、一定ね、さっきまでこうトゥク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 跳ねる感じだったのが、トゥク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 、まっすぐにフラットに滑らかに進む、これがいわゆる跳ねない。ファンクだったりヒップホップだったり、そういうジャンルによって跳ねるノリを基調とするジャンルだったりが存在するわけですね。で、ボーイも基本は跳ねているわけです。ドッツクタクツクツクドクタクドクドクドクタクドク。この跳ねているのがノリ、基調のノリになってるんですけど、 B メロを聴いていただくと、そうなんです、つく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 っていうビートに切り替わってるのがわかるかと思いますね。これドラマーからするとね、やっぱね、叩き分けると大変なんですよ。いや、ドラマーに限らず、このノリを縦横無尽に弾き分ける、歌い分ける、これをさらっと肩の力抜いてナチュラルに成立する感じでやっちゃってるから、かっこいいんすよ、さりげなくね。しかもこれがボーイの秘密その1。はい、より深掘りした魅力、秘密その2がですね、ロックスピリッツです。これはね、楽曲の極意というか、僕がすごく大好きな
魅力のポイントの一つを皆さんにも共有したいなっていう話です。石油さんの魅力はめちゃくちゃねロック魂を持ってることなんですよ。どういうことかっていうと、やっぱファンクっぽいとかヒップホップのビートってあんまこう頭をね上下に振るようなノリではないんですよ。もちろん自由なんでね、あの決まり事ではないんですけど、このボーイの2番のサビが終わった後でーっと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 ってなった時にもう頭を振りまくり、もう聴いてる人もヘドバンしたくなるようなビートが押し寄せてくるわけなんですね。でこれやっぱ映像とか見ても頭を爆振りしてる石油さんよくお見かけするんですよね。これがね、僕もロック大好きなんで、あの頭振りまくってもうスネを爆打ちしてるあの姿やっぱね、ワイアチゼってねなっちゃいますよね。あんだけおしゃれなかっこいいヒップホップファンクビートを完全に叩き切って、でもザクザクなゴリゴリなロックスピリッツも共存させているドラマ、やっぱこれがね石油さんの魅力だと僕思いますね。なかなかいない。こんなんそれライブで見たらお客さん持ってかれるだろうなって思っちゃいますもんね。さらにね、僕がこのキングヌーの音楽に関して素敵だなって思うのは、まあめちゃくちゃ今流行ってるじゃないですか、売れてるじゃないですか、ぶっちゃけ。で多分今の若い人たち、なんか友達とバンドを組んでキングヌーコピーしようぜみたいな学生さんだったり初心者の方、どん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 出てきてると思うんですよね。新しい才能とか宝ってそうやって生まれてくるものなんですよね。僕自身、東京事変の畑俊樹さんだったりレッチリのチャド・スミスがめちゃくちゃ好きで、僕のドラミングにはその血が乗っかりまくってます。でそんな僕のドラミングを魅力的だなって思ってくれる人たちがいる、この連鎖ですよね。だからすごくこの今石油さんが全盛期で活躍されていて、それを見てこれから誕生していくドラマーが多分石油さんの血が入ったあの今までになかったジャンルとビート感をゴリゴリ引き継いだ新しいドラマーが出てくる可能性が上がっていくと思うんですよね。それがすごく素敵だなと思うし楽しみですよね。ワクワクしますね、何より。はい、というわけで今日はキングヌー様のボーイご紹介させていただきましたけれども、次回以降もこの企画では今流行ってたりだとかバイラルチャートで上位占めている楽曲たちにも魅力的なビートたくさん隠れているので、そういった楽曲たちも私ビスさんの観点で解説していくという動画投稿していこうと思っています。この動画見て興味深かった、面白かった、もっとこういうとこ知りたかった、そのような皆さんの感想をぜひコメント欄にバシバシお寄せください。ぜひ私ビスさんのチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでまたお会いしましょう。ビスさんでした。バイビス。